願いから生まれるのが魔法少女だとすれば、魔女は呪いから生まれた存在なんだ。魔法少女が希望を振りまくように、魔女は絶望をまき散らす。しかもその姿は普通の人間には見えないからタチが悪い。不安や猜疑心、過剰な怒りや憎しみ、そういう災いの種を世界にもたらしているんだ。理由のはっきりしない自殺や殺人事件はかなりの確率で魔女の呪いが原因なのよ。形のない悪意となって人間を内側から蝕んでいくの。そんなヤバい奴らがいるのにどうして誰も気づかないの？魔女は常に結界の奥に隠れ潜んで、決して人前には姿を現さないからね。さっき君たちが迷い込んだ迷路のような場所がそうだよ。結構危ないところだったのよ。あれに飲み込まれた人間は普通は生きて帰れないから。マミさんはそんな怖いものと戦っているんですか？そう、命がけよ。だからあなたたちも慎重に選んだ方がいい。キューベイに選ばれたあなたたちにはどんな願いでも叶えられるチャンスがある。でもそれは死と隣り合わせなの。悩むな。そこで提案なんだけど、二人ともしばらく私の魔女退治に付き合ってみない？魔女との戦いがどういうものかその目で確かめてみればいいわ。その上で危険を冒してまで叶えたい願いがあるのかどうかじっくり考えてみるべきだと思うの。